11月26日火曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて138円93銭高い23431円74銭でした。昨日に比べて 0.6% の上昇でした。トピックスは昨日に比べて 0.4% の上昇で 7.85 ポイント高の 1710.81 でした。日経平均トピックス、つまり東証一部ですね、そこそこ堅調な動きでありました。新興市場マザーズ指数が昨日に比べて 4.95 ポイント高 899.31 でした。日経ジャスダック平均株価も昨日に比べて6円と97銭高3636円30銭ということで、今日は4指数とも上昇で午前の取引を終えています。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、日経平均株価は高いところで2万3500円台、2万3500円上抜く場面があったんですが、さすがにこのあたりで前回押し返されていると、さすがに2万3500円という大きな節目はワンブレイク、1回目では抜けず、今回2トライ目であります。今日午前中の段階では上髭で押し返されていますが、2万3500円まであと70円、431円で全引けしていますので、まだまだ5番実体戦ベースでブレイクできるかもしれないという水準にはつけています。なんといっても昨日のアメリカ株がしっかりした動きでした。ダウ平均が190ドル高で再び2万8000ドル台を回復して 0.7% 高、ナスダックが 1.3% 高、 SP500、東京市場のトピックスにあたる加重型指数ですが、こちらでも 0.8% 高ということで、アメリカ市場が強い動き、東京市場もそれを今日午前中の段階では反映しているような動きであります。香港ですとか上海と先ほど空いたところが小幅安でありまして大きく崩れていません。このあたりも東京市場の材料になっているようです。そして為替、ドル円が109円台ですね、109円の20銭付近まで円安が進む場面がありまして、このあたり特に製造業、輸出関連企業のウェイトが高い日経平均のプラスになっているようです。こうした中、今日物色されているところは、なんといっても M&A 絡みの動きで日立関連企業であります。まずは日立化成4217のチャートです。日立化成は窓を開けて大きく上っ離れています。午前中前引けの段階では4000飛んで5円と、高いところでは年初来高値を更新する場面がありました。日立化成株の 51% 過半数を持つ日立製作所が日立化成株の売り出しを5月から公募しています。それに昭和電工が名乗りを上げる、昭和電工に優先の買収権を与えるのではないかという観測報道が昨日の日経新聞電子版などで流れました。買われる側の日立化成でありまして、こちら TOB 方式と言われていますが、TOB 価格さらにプレミアムがつくのではないか、TOB 価格までは株価が上に行くのではないかという思惑から今日は先回り的な買いが入っているようです。そしてこちら6501日立製作所の動きも見ておきましょう。日立製作所も午前中の段階では堅調でありました。こちらですね、日立化成と同じように窓を開けて上の方向に離れているというのが日立製作所の動きであります。一方で、買収買う側とされている4004昭和電工のチャートです。こちらは売り物に反応しています。TOB 絡みの話で買われる側が上昇して買う側が下落するというのはよくある話でありますけども、一説によると日立化成を全株式買収した場合、買収額が8000億円規模、さらにプレミアムを乗せて9000億円規模に膨らむとされています。これ買う側の昭和電工にとってはかなりの巨額の負担になるという見方から、一旦は警戒感で売られたようです。青い75日移動平均線を割り込むような場面もありました。その後は前引けにかけて戻りを試すような動きとなっています。今日の東京市場は昨日のアメリカ市場の株高を受けてしっかり、日経平均は再び2万3500円に一時タッチ、そして今日の大引けでもまだ2万3500円台をうかがえるような水準で前引けを迎えています。以上、午前中の取引の模様を東証アローズからお伝えしました。